カ様のパンツへの愛、疑いようもない。またこいつね、勘違いしてますね。特に好きなものはない、つまり全部好きってことだ。そうはならんやろ、そうはならんやろ。お疲れ様です、ムービンです。今回もパンティーパーティーやっていきたいと思います。今回はエピソード4をやっていくんですけれども、前回のパートエピソード3はそのね、さらに前回で手がかりがなくなってしまった主人公たちが、バカパンさんがね、いやまだ仲間いるよと、知ってるやつがいる、ただしこいつねムカつくやつなんだよって言ったら、めっちゃロリコンのねクールクマパンツというのが出てきたという話でした。というわけで今回もエピソード4でパンティーパーティーやっていきましょう。はい、勢いで喋ってるからめっちゃ噛むじゃん。俺の従うハルカ様だ。というわけで、私がゲーム紹介動画では語らなかった、または映さなかったところ、ハルカ様が出てくるよ。刮目せよ。見つけた、クマちゃん。かわいい、かわいいね、ハルカ様。はい、ハルカちゃんかわいいね。はい、クマちゃんってことで、クマパンツが好きなんだね。はい、見てください、このね、あの背中ね、あのクマ背負ってますね。クマ好きなんだろうね。クマちゃんだって、さっき自分でクールクマって言ってたじゃない。そうだね、クマちゃんパンツじゃないですかってね、ゆりかさんが言ったらクールクマパンツだっつって、そっちで呼べみたいな感じ言ってたのにね。お、意外とお前何、はるか様には優しい感じなの。クールクマだ。お、訂正してますね。でもクマちゃんというのははるか様専用の呼び方なんだよ。何ですか、彼氏彼女感だったら下の名前で呼ぼうみたいな、そういう感じのフランクさというかね、ルール付けがあるんですか。期限切れの女子高生、期限切れのクマちゃんだってクマおじちゃんになりそうだ。くっそ面白いなこいつ。あ、期限切れのね女子高生なんかに言われたら、あ、クマおじちゃんになっちゃうな、ペペペみたいな。そんなことないって。そんなことないって、初めてのフォロー。ゆりか様のそばにいる私だってまだ新品同様じゃないか。そういうことじゃねっつーの、そういうことじゃねっつの、お前はちゃんとフォローをしろ。だから俺は別におじちゃんなってないんだから、そうはならないだろうみたいな、よくわからん天然ぶってくるのやめてください。バカ、黙ってなさい、このバカパンツ。はい、バカパンツって呼ぶからバカパンなんだねこいつはね。恐ろしい、こんなに恐ろしいやつが愛の戦士だと。もうね、おかしいよね。だからパンツへ愛を注げるやつがね、愛の戦士になるはずなのにね。ゆりかさんはちょっと違う感じがしますね、やっぱり。全く愛を感じない。うん、うん、愛ないからね。だからね、愛の戦士。お、はるかさんが反応しましたね。もしかしてパンツ好きなのかな。はい、なんかね、もう喜んでるね。皆さんね、気をつけてください。あのゆりかさんはね、この登場人物の中で一番まともですよ。まともです。で、愛の戦士はパンツへの愛を注げるね、注げてもその愛がすごすぎる人が本当は愛の戦士になれるんですよ。つまりこいつはパンツへの愛をありえん注いでいる人なんだね。だから頭おかしいんで覚悟してください。はい、パンツ好きの仲間っつって喜んでっからね、まずね。仲間？いや違う、私は。はい、ちょっと拒否ろうとしてるんですけど。どんなパンツが好きなの？おい、どんなパンツ好きなのつってね。もう男が言ったらセクハラですけどね。はい、パンツの好みを聞いていく。特に好きじゃないけど。はい、特に好きじゃない。履いてる、ね、履いてるパンツより履いてる人の方が重要だもんね、ゆりかさんね。ないの？お寂しそうっすね。ゆりか様のパンツへの愛、疑いようもない。またこいつね、勘違いしてますね。特に好きなものはない。つまり、全部好きってことだ。そうはならんやろ。そうはならんやろ。お前も納得するな。はるかちゃん、お前も納得しないでください。それじゃあ、きっとクマちゃんパンツも好きでしょ。まあ、はるかちゃんはクマちゃんパンツ専門なんだよね。なんでよ。冗談じゃないわ。こんなムカつく。ムカつく？ゆりか様、パンツを見つけるためにはクールクマは不可欠なんです。あ、こいつが証拠とかね。道筋を持ってるから、ちょっとね、ここでね、仲が悪くなっちゃうと、ちょっと単独行動は難しいってっていうね、これはちょっと一旦手を結ばないと厳しいんすわっていうのがバカパンの主張ですね。どうか怒らないで。どうか怒らないで。だんだんバカパンが可愛く見えてきましたね。こんなムカつく、クマちゃんパンツ。ゆりかさん思い出してくださいよ。相手の計画がうまくいっちゃうとね、パンツのままかもしれないですよ。今とりあえずムカつくパンツの発言は一旦飲み込もう。ね。飲み込もう一旦。
で、そこで、まあ、計画とかいろいろ終わってからビリビリにやぶこ、ね。私は、好きよ。噛み殺しましたね、自分の意見を。偉い。そこまで言うのなら、そこまで言うなら、愛されているパンツとしては、不本意ながら、お前たちをパンジ打倒の仲間に加えてやろう。上からですね。だわ、めっちゃ嫌そう。まあ嫌だよね。でも一時的にね、協力しないとパンジとは戦えないので、まあ協力していきましょう。だが足手まといはいらないぞ。お前負けただろさっき。お前、いや、そっか、負けてはないか、こいつは。証明してもらおう。そういえばそうですね、こいつが呼んだ、なんだろう、ファン、自分のファンが前回ボコボコにされたんで。私も同じ意見よ、クールクマパンツ様。どうぞ安心して。はい、今あんたをボッコボコにして証明するわ。絶対手加減しねえよな、これな。というわけで、クールクマパンツ戦に入りました。はい、というわけで雑魚敵相変わらずいるんですけど、はい、特典版のねパンツたちが出てきてるんですけど、ね、結構ねビームによる攻撃力が少ないから、こっちもね近距離攻撃しないといけないんだけど、意外とね硬いんだよねパンツ。硬いんだよねパンツっておかしいけど。よし、情熱ゲージを使ってここでインパルスを使う。無敵状態だからねこれね。ぐるぐる回って、このパン、通常パンツは弱いんだよな。パンツにも品格というものがある。なんか言ってるぞ。うわーうわー、めっちゃ攻撃が激化しましたね、いきなり。はい、というわけで、すっごいね遠距離攻撃が強いバルカンみたいなのを使ってきます。というわけで、邪魔なんでザコからさっさと倒しましょう。うわー、HP がいっぱいあるんで、そこら辺はわざともうあんまり気にせずにね、バッカバカ戦ってればいいと思います。他のねストーリーモードじゃないモードだとね、結構 HP 重要なんで、そこは気にした方がいいんですけど、今の段階だとねそうでもないんで、よいしょ、これで加速していって、あ、死んじゃう、危ない危ない。よし、懐入った、 OK で一旦下がって、ブーメラン投げて、インパルス打って、で投げると、カチカチと。お、一瞬画面のカクついた、危ね危ね。よいしょ、あ、やられちゃった。そう簡単にお尻を認めはしない。やっぱね、どうやらロリコンらしいっすね。まあそれでいいんじゃないですかね。クールクマパンツはロリコンっていうね。はい、こういうセリフ回しもめっちゃ面白いんで、このゲームの魅力ではあります。はい、はい、情熱ゲージがまた溜まりましたね。はい、よいしょ。この瞬間移動すっごい強いんだよね、スピンインパルス。というわけでクールクマパンツを倒しました。はい、無死亡クリアをねするとこいつがもらえます。来るな、危険切れの女子高生。お前懲りてないな。来るなって言うんだったらさ、来るなって言うんだったら、その賞味期限切れの女子高生って言わなきゃさ、多少許されるかもしれないのにさ、そこは曲げないのな。あ、結構やっぱ強いんだねクールクマは。え、私このクマパンツを殴ったのよ、怒らないの？意外に心配するのはそっちなんですね。一応戦ってるんでね、クマパンツが好きなはるかちゃんにとってはちょっと嫌なシーンだったかもしれないもんね。心配してないって言ったら嘘になるわ。気にしてはいると。でもでもゆりかも辛かったでしょ、クマちゃんのパンチだと助けるために。本当にそうかな。何も考えてなかったと思うけどね、ゆりかちゃんはね。けどやっぱり認めてもらうためには戦わなきゃいけないってクールクマパンツが言ったからね、まあ、言ったからしょうがないと。クマちゃんパンツへの愛を抑えて。泣いてるけどな、なんか泣いてますねはるかさんね。あー、なんか言ってますね。同じようにクマちゃんパンツが好きなあなただもの、胸が痛かったに違いない、わかるわ。絶対かけらも思ってねえんだよなはるかさん。あ、はるかさんじゃない、ゆりかちゃんだ。ゆりかちゃん、かけらも思ってないと思う。かけらも辛くなかったと思うよ。確かに痛かったわ。おっと、ゆりかさん意外とパンツ好きになりました。痛かったのは俺だ。もうそうだね、ボコボコにされた張本人だからね。私たちがこの痛みを忘れないように
拷問してパンジの情報を聞き出そうかしらね、うん、こいつはあれだな、もう痛いって思ってないな。はるかちゃんが辛かったでしょって言うから、あー辛い辛いみたいな、あー痛かった痛かった、うんちょっと辛いね、やっぱパンツ好きだからね辛いねって言ってるだけっていうね、そういう話ですね。はい、拷問してパンジの情報を聞き出しちゃおうかな。やっぱユリカ様、あなたの言い方なんか変。バカパンは気づいてしまったか、お前結構天然だったのに。大丈夫よ、ほどほどにとっちめてやるわ。ほどほどにね、まあ、ほどほどね、ほどほどに聞き出すよっていうね。やめろ、何でも話せ。話せか、白心、話せつって。はい、というわけでクールクマパンツご愁傷様でございます。はい、というわけでクールクマからとうとう仲間になる、ん？クールクマと仲間になることに成功しました。はい、というわけで引き続きねエピソード5、口が回らない、エピソード5やっていきたいと思うんですけれども、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。